第8位、小野幸男さんの質問を許します。はい、小野幸男さん。はい。委員長、小野幸男さん。はい、それではただいま議長より、お許しを得ましたので、通告しておりました2件について、質問します。まず1件目、宮戸地区の新たなる地域再生策を通り、いよいよ高台移転の引き渡しも始まり、まあ、今日行われました。大変ありがとうございます。同じく宮城県自然の家の造成工事も着手され、当地区もようやく地域の再生が図られ、希望に向かい前進しておりますが、解決が待たれる問題も多々あることから、以下4点についてお伺いします。1、松食い虫の被害対策の進捗状況と今後の対応について、過去に自治会制度に伴いのびり地区との統廃合の話を耳にするが、審議と市民センターの設置計画はいかに。3、まちづくり委員会の中で毎回のように提案されている地区内への介護施設の設置について考える。4、農産漁村活性化プロジェクト支援事業を活用し、浜の担い手不足の解決、また定住促進を早急に図れ。いらん。はい、以上。以上。はい、それでは通告第8位、小野幸男議員の1件目、4点について順番に答弁させていただきます。まず1点目でありますが、3月議会でも お答えしたとおり、松食い虫被害は前年度被害量と比較して本数こそ減少に転じているものの、大木が枯れていることから財政において109% 増加で推移しております。この現状を受け、農林水産課では従来の駆除手法を見直すとともに、事業の周辺環境整備に着手したことも先の議会で答弁させていただいたところであります。林野庁所管の森林、山村、多面的機能発揮対策抗菌事業において、東松島の森保全の会を実施したいとし、里山林の保全事業等の森林整備を展開しつつ、宮戸地区から2名、野尻地区から1名の継続雇用に成功しております。この交付金事業は平成26年度分も事業採択を受けておりますので、引き続き新周用に整備された作業道路の機能復旧や仮払い、倒木除去を行い、森林内の環境整備を進めているところであります。ただいま申し上げたような仕組みについては、コミュニティの方々が主体として直接関わりつつ地域課題を解決する、いわゆる市民共同事業として水平展開できないかについて現在検証を試みているところであります。2点目でございます。これまで共同によるまちづくりの推進のため、全市をおおよそ小学校区単位に8地区に分け、地区ごとに自治組織を立ち上げていただき、地域づくりを進めてまいりました。その基本的な枠組みとして、平成21年度に地区公民館を市民センターへ移行し、さらに平成29年度からはこれまでの行政区制度を地区自治会制度へ移行することにより、それぞれの秩序に即した地域運営を可能にする仕組みづくりを考えております。宮戸地区においては、震災の影響により世帯数と人口の減少が進み、現在では214世帯633人となっております。人口世帯数を基準として市民センターの評価等々を考え、
ますと、議員の心配するようなことも議論はされております。なぜされたかと申しますと、実は東松島市役所の中で、総務部行政経営課担当で、東松島市の公共施設再建基本計画書を作っております。まあ、そういった中では統合という結論は出しておりませんけど、もちろんですね、そういった中で人口等々の将来の枠組みの中ではまだ再建計画は出しておりませんので、まあ、そういったことで、心配の点が出たのかなというふうに推測、私としてはしております。私の判断といたしましては、今市民センターは星さんからいただいたコンテナハウスで、仮の市民センターでありますので、まあ、私のこれはあくまでも今現在の政策的な考えでございますけれども、国の効果促進事業等々で何かこうできないかと、要するに防災センターとか、まあ、そういった中で建設可能かどうかというような今考え方は探っているところでございますので、ここで何月何日までに建設しますというような話はできませんけれども、考え方といたしましては、今現在もう少しご一緒さんのいただいたコンテナハウスで、少しこう緩和していただいて、規模あるいは人口とかあるいはどのくらい利用するかも含めてですね、その考え方をまとめていただいて、市民の皆さんの意見を尊重しながらやっていきたい、まあ、これはどうかと思うんですけども、私はある程度まあ、政治としますが、行政のリーダーシップももちろん必要なんですけども、これまで市民の皆さんの考え方を尊重してまいりました。宮戸の皆さんがぜひ伸びるというんであればですね、それは別の話ですけども、私の段階で今現在伸びるって一緒にやりませんかという提案をする考えはありません。今現在私はそのように考えております。それから失礼いたしました。それから3点目になります。宮戸地区内の3月31日現在の高齢化率は 39.5% と市平均 24.8% を大きく上回っておりますが、高齢者に占める要介護認定率は 12.0% と市平均の 18.5% を大きく下回っており、宮戸地区で行っている地域活動による介護予防事業効果が行われていることが伺われます。第6期介護保険事業計画では、2025年までの長期的なサービス、給付、保険料の水準も推計し、中長期的な視野に立った施策の展開を考えていくことにより、介護基盤の整備にあたっては、震災の復興を優先に考え、伸びる北部九郎地区へ特別養護老人ホーム D サービスセンター、認知症高齢者グループホームヘルパーステーション等の整備を進めながら、宮戸地区への介護サービス提供基盤の整備を図ってまいります。また宮戸地区における要介護認定者の現状では、介護サービス事業者の新規参入も難しい状況であるものと考え、今後高齢化の状況や要介護認定者数の推移を見ながら、まちづくり委員会からの提言を踏まえ、介護保険整備について主検討してまいります。4点目になります。地域産業の担い手不足解消を目的とした定住促進施設整備を農産漁村活性化プロジェクト支援事業で整備せよということでございますが、復興後期の中での検討を図ってまいりたいと考えております。まあ、1つ目の質問において、1点目に答弁いたしましたが、森林、山村、多面的機能、発揮対策補金事業関連、またはボランティア事業、森林関係事業、水産多面的機能発揮対策補金事業関連、地域間交流事業、農業においてはすでに市内へ移住している方々は11人となりました。大多数は宮戸への移住を希望していますが、現在のところ居住できる住宅がなく、市内各所に居住しながら住宅等の整備完了を待っている状況でございます。このような方々を今後さらに呼び込むことで、
浜の担い手不足の解決や定住促進が図られると考えておりますので、宮戸島が有する資源を最大限引き出せるよう検討してみたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。はい、以上、小野幸男さん。はい、それではまず1点目、マスキング市対策についてですが、まあ、東松島森保全の会を主体に新たな取り組みということで今進んでおりますが、まあ、多分市長も佐賀県の遊覧船等と、近いうちにですね、この佐賀県を見てることと思いますが、まあ、私も日々毎日のように海に出て仕事している中で、残念なことにこのマツクイムシの被害が昨年よりも増して、多くなってきているということで、まあ、森林組合の方で、まあ、ヘリコプターによる伐採等と、まあ、ただヘリコプターについてはね、一本の木を搬出するのに10万から15万かかるというようなことで、今回、まあ、新しい取り組みというようなことでこのマツクイムシに、マツクイムシ駆除に、多分努力されているのかなと、いうことですが、まあ、その中に空中散布という薬剤のこの事業も今までにあったんですが、まあ、私もう何十年も前からこの空中散布についてはかなりの影響があるだろうで、まあ、昔のおじいさん方に言わせるとマスクイムシの空中散布が始まってから魚の回帰率が悪くなった、魚が取れないというようなで、まあ、私たちもマスクイムシの空中散布時期においてはですね、その何時から何時までは海に出ないでくださいと、まあ、そういうような形で今まで進んできたんですけども、まあ、聞くところによりますと、その空中散布の薬剤なんですけども、マスクイムシも多分年々慣れてきて空中散布されるときに、そのマズの下の雑木とかそういうところに隠れて、その薬からそういう雑木で守って、その流れが死滅しないと、でそういった部分でその増えていっている部分もあるんではないかということで、まあ、ちょっとここで市長に私がお聞きしたいのは、この被害が甚大であるというのと、このマツクイムシの薬剤散布ね、今後はこういうのを下げていただいてですね、やはり人力で、という方法しかないのかなと思っているんですけど、この点について伺います。はい、一応市長、申し訳ない、それ私分かんないですね、どうしますのは、これまでマスコミを含めて、空産ができなかったのでマスコミが増えたという報道、専門家の、まあ、私よりも詳しい方の発言も新聞等で掲載されておりました。ですので、どっちかと今議員からどう思うって聞かれたので、正直なところ専門家はそういった分析、マスキング市空産がないために増えたという報道がありました。ですので私よりも知見ある方ですので、そうなのかなというふうに思いますが、目の前生活している議員からのお話もそうなのかなというふうに思います。ただ私がこれまで考えてきたことは、効果の上がる費用というよりは具体的にやはり目で見て早めに対応するということで、この新しい取り組みを市としては私としては進めることに賛成し、議会に提案した経緯でございます。ただ議員も多分、記憶新しいと思うんですけど、当初予算に今回載せなかったんです。要するに補正でついてその事業ができるかどうかっていう、少しこう私も自信がありませんでしたので、私自身がですので、順調にいけばこの継続事業については補正対応するという方針は立てておりますので、今現在順調に進んでますので補正対応で継続はしていきたいというこの取り組みですね。空産については正直私専門的なそこまでですね、ここで言い切るということはちょっとできませんけども、まず今の事業については進めていきたいというふうに書いています。はい、小野幸男さん。はい、わかりました。であればですね、まあ、新しい取り組みで、まあ、雇用対策も含めた中で今
3人4人程度の人数ではありますが、まあ、私も幾度となくそのいろんな山に入って、木の伐採をしているなということで、本当にあの震災以降ね、地域の方々ができない部分をそういったその他の地区から来た人たちが一生懸命やっているということで、これ正志川の市長にも絶大なるねご支援いただいて、その地域の方もしかりなんですが、今私見ると、建設業界の方々もうこう重機とかそういうの持ってますよね。そういった中で松食い虫については今まであの森林組合でないとできないのかなという先入観がありました。でも今ここに来てそういった形で一本でも二本でも早く片付けようというような状況にある中でですね、やっぱそういった方々の協力も得ながら、もっとあのこうスピーディーに年間ある程度のコンスタントで、マスクイノシの、ね、伐採が行われれば、これに越したことはないのかなと思うんですけれども、やはりそれは、そういった方々の連携を取りながらですね、このマスクイノシについては、進めていただきたいと思ってますが、いかがですか。はい、議長今回これに取り組むにあたりましては、あの雇用とかやはり地元しているということで、これまでロスの部分も議員からご指摘がありました、まあ、そういった意味では地元の方あるいは雇用ということで、初めての方もいらっしゃるかもしれませんけれども、非常にあの意義のある取り組みだ。なお後々ですけども馬が入ってきて、そういった観光につながるような形になれば、まあ、なおすごく将来的にはいいのかなと。それはあの言葉は良くないんですけども、だいぶ整理されて本当に数本は残ってきたらまでやるとかですね、まあ、そういった形になるとすごく皆さんの最後の方を描いてたような形になりますので、まあ、そういった期待を持ちながら私としてはあの支援したいと思ってますし、補正等対応作業議会からのご理解をいただきたいというふうに考えております。はい、小野幸雄さん。はい、では大変心強い答弁をいただいたので、2件目、の再質問に入らさせていただきます。まあ、自治会制度に、伴い統廃合ということで、市長からきっぱり今はそういう考えではないという心温かい答弁をいただき感謝しております。しかしですね、市長、私この問題を出したのはただ単にその出したわけではなくですね、私の知らないところで区民の方々が、ね、ノビルドの統合するんでしょう議員さんとかって言われると、俺総務課の課長にも聞いたことねえしね、どこでそういう話になってるのか、ああ市長はね、いよいよ持って、まあ、人も少なくなるので伸びるの党も新しい自治会、ね、組織を立ち上げるにあたって一石二鳥という考えもあったのかなという部分も私の中では払拭できなかったので、あえて、これについてはお聞きしたんです。でその中でですね、佐渡の区長さんには佐渡浜だけが先行して自治会制度を取り入れてはどうですかということも提案されたんだけど、いや今はそういうところにないのでできませんという話も区長さんの方から伺ってですね、この統合についてもこの自治会組織についても今その4つの浜がバラバラでですね、ようやくその新しい自治会に向けて、自治会長1人の中で次浜部、大浜部、村浜部というような組織運営をして今までとは違った行政運営をしようという話も私も区長会とかそういった中で話しているにもかかわらず、そういったことが先行して出てきたのでね、あえて今後はこういった話が今市長が言うように考えてませんということなので、その辺もっと周知徹底をしていただいて、そういったその内容の話をぜひしていただかないようにお願いするわけですが、いかがですか。はい、委員長。まず市民センターの統合とかっていうのは根幹的な市民協力の根幹的なことでございますので、
今先ほど若干答弁で申し上げましたが、東松島市の公共施設の再建ですね、東松島市公共施設再建、基本計画というのを使っていました。これは業者の方にお願いして作ったわけです。この中では誤解を生むのは、例えば将来の人口、そういったことからすれば、例えば200人規模が一つ自治会が理想だとなれば、枠組みするとどんどんどんというふうに出ちゃうと、9つあったとか4ついとか、そういった話になるわけです。ただそれはあくまでも高齢化社会が進展して、そういった時になった時に、そういった再編の話が出てくることであって、それはそういったことも将来的にはあるかもしれないということを我々頭の隅の方に入れる若い職員はですね、あるにしても、今現在この少なからず3年の私、議員もそうですけれども、任期の中でやらなくちゃいけないことは、復旧復興をしっかりするということでございますので、市民センターにつきましては、港につきましては、人口減る、要するに大きな施設というわけにいかないというふうに思っています。昨日も身の丈にあったという失礼な発言を私したかもしれませんけれども、そういったことからすれば、その今担当の方に指示しているのは、財源確保ですね、やはり有意な財源、なんとか防災センターとか、例えばですけども、国で 100% 出していただけるメニューをなんとか港に持ってこれないかということで指示はしてますけども、早く統合の話をしましょうという指示は出しておりませんので、市長は私だと思ってますので、私がよくみんな言ってるって話説明会で聞くんですけども、私が言った時は私言いましたって言いますので、私はそういう考えを持ってませんので、議員の方は自信を持ってまちづくり地域に進んでいただきたいというふうに思います。はい、小野幸男さん。はい、わかりました。それで市民センター、今市長も身の丈にあったそれ大きい施設じゃない、それは私も当然それで十分対応できるんではないか。で、この市民センターについては一つ私の考えの中でですね、遊覧船 の発着所の今後の、今仮設なので、ね、今後 の本設置の部分を含めた中で、今度はいろいろな海産物の販売等も常時やるというようなことで、海の駅構想、そういった中で私はその、遊覧船の発着所を含めたその複合的の中に、私は市民センターの一部もおいでいいのかなというふうに将来的には考えております。どうですか市長、今の私のこの考えはい、一応復旧復興の中でこれまでなんですけども、いかに財源を確保するかということで、これだけの東日本大震災に被災しまして復興するというのは相当な財源が必要だということで、国民の多くの皆さんから大変なご支援いただいたというふうに思っています。義援金、寄付金含めてですけども、そういった中で、これまで市民センターにつきましては、大和東につきましては災害防災関係の公金で、拠点事業でなんとか見通しだったと。西については合併特例債で対応したいなと思っています。で、港についてもじゃあ合併特例債かということがありますけれども、なんとかまた別のメニュー、言葉よくないんですけど、最後の最後は合併特例債なんですね。もう最後の最後はなければですね、ですけども、その前に努力はしたいなというふうに思っています。ただ議員の皆さんからご理解いただいたんですけども、宮戸市民センター震災前は自衛さんの持ち物でしたからお借りしたということで、本当にお借りしたものでございました。そういったことからすれば、公共施設であれば復旧 100% できたのかなという、これやばいことですけども、ありますけども、そういった理由がありますが、なんとか議員のご提言も含めて、私としては財源配備しながら対応したいなというふうに思っているのが私の本音と申しますか、気持ちだと今現時点ですね。議員のご提言も参考にさせていただきたいというふうに思います。はい、小野幸男さん。はい、でそれでは3番目の再質問ですが、介護施設ということで、今後の水曜日で、検討しているということの中で、今回
長の答弁の中にですね、高齢化率は 39.5% と平均を上回っておりますが、要介護認定率 12.0% と市平均より大きく下回っているということで、まあ、この次 の、 4番目の再質問にも関連するんですが、まあ、私もその介護予防効果が出てきているということで、ぜひですね、この部分については沿岸部に住む方々が介護認定を受ける方が少ないというのは何十年も前からよく報道されてた部分であ あるので、まあ、介護施設等々の設置も必要ではありますが、まあ、住民の方々は施設があると一つの安心安全、自分年取った方がいいというようなこう思いで町づくりの中で毎回のようにこの提案されてきた問題かなというように、まあ、安心安全というのは本当に今までもいろんな議員の方々が質問していますが、ちょっと手のひら返すと安心安全ってお金のかかることだなという部分もありますので、まあ、市長、その財源確保と今日の 1問目の質問の中で随分その財源確保について、答弁されてますので、まずこの3番目についてはこの介護予防効果ということをぜひですね、声を大にして言っていただきたいということで、4番目の再質問に入らさせていただきます。この農産漁村活性化プロジェクト支援事業、これ前に市長の方にですね、一般質問で里山資本主義を導入せよというようなことで、どうやってその今回被災したその島内にですね、例えば沿岸部含めその人口が減ったところにどうやってその担い手の方々を増やそうかというような思いが震災当初からずっとあって、現在、まあ、あと今日もその宅地の引き渡しということで、本当に島の方々が新しい方向性の中で新しいスタートが始まるなということと、裏腹にすぐこういったそのね、これから先産業再生どうすかというようなことで、私今年の2月の大雪の時に、東京の有楽町に日帰りで、漁業まるごとフェアという、北は北海道から南は九州沖縄までの各漁協の方々がその担い手確保でその就職説明会をするんですね。それに参加してきた時に、まあ、給料体系とかいろんな条件あるんですけれども、まあ、私が一番関心を持って見てきたのはこの人たちをどこに住まわせるのかなということで、その住む場所等々をちゃんと明記したその組合さんというのは意外と少なくてですね、まあ、そこの浜の状況にもよりますけれども、そういったその受け入れ体制のできるその民間のアパートでもよし、そういった住宅でもあるところについてはいいんですけれども、まあ、今、私のところを見てみますと、まず宮戸だけじゃなくね、トラの鍵養殖業者さん、この人たちもいずれ今中国人を対応してますけれども、日本人にシフトをしている方々も増えてきてますので、こういった中でその漁業関係についてやっぱりこの住むところをまず最初に提供しないと、いくらその働きに来てくださいと言っても、その高くお金を払えば来るとかそういう問題じゃなく、やっぱりその住むところがどういう状況にあるのか、まだ辺りの関係はどうなのか、そういったところがありますので、この事業についてはですね、まだ今20代から30代の若い人たちがものすごくその田舎暮らしというような部分に抵抗がない世代だということで、まあ、うちの市としてもですね、その環境整備も必要でありますが、やはり情報発信としてうちの町に来ていただけませんかと、よく私こう Facebook 等々やってると結構そういう形で東松島市に住んでみませんかというような宣伝をしている方々も見受けますので、まず今後ですね、こういった情報発信、市長、私は行政としてもするべきと思うんですが、この点についていかがですか。
はい、議長。議長、まあ、基本的にはこういった宮戸地区のような、まあ、全国的な言い方ではなくて、宮戸ということで限定して止めさせていただきますけれども、いかに宮戸地区に若い方たちが生業として、参加できるかということは、今回の震災によって一つ環境が変わったのかなというふうに私は思っております。それはこれまで、養殖業務につきましては、まあ、個人であったわけでありますが、まあ、一つとして、法人化になったということで、生業として持続する産業に生まれ変わったと申しますか、そういったことですので、仕事の目についても新しくその漁業の皆さんが今後継続されるためにも、そういった方々が必要な地域、まあ、森浜もそうなんですけども、今の産業を持続するということですね、農業も含めて法人化しましたので、今回のそういった点からすれば、議員のおっしゃるそのこういった担い手も含めてだろうというふうに思います。ただ問題なのは、そこに定住というふうにさせるかということにつきましては、空き家対策とかもいろいろありますけれども、そこは行政あるいは地域の皆さんと協議しながらということになるのかなと。いずれにしましても法人になったということでは、考え方は少しこう変えなくてはいけないところに来た、あるいはそういった選択をしたというふうに私としては捉えております。はい、小野幸男さん。はい、まあ、これ全国でいろんなこのプロジェクト、新事業、いろんな市町村でいろんな事例がありますので、今日はまあ時間がないので、まさしくその第一次産業の今回は農業で林業水産業ということで、まあ、うちの市には、まさしく農林水産課という部署がありますので、まずこの農林水産課の部長、課長に鋭意努力をいただいて、この事業の推進をお願いして、2番目に入らさせていただきます。2、新たな町づくりの問題を解く。括弧1、自治会制度に向けて、市内一円の行政府が、抱える側溝の維持管理とゴミの集積場所の配置は万全化。括弧2、伸びる北部丘陵地の公的施設設置場所への病院の誘致はすでに確定済みと資料されるが、いまだに報告がありません。現状はどのようになっているのか。括弧3、現在市内で復旧復興工事が急ピッチで進んでおり、伸びる北部丘陵地区からは310万立方メートルの残土の発生が見込まれている。すでに盛土等への活用が始まっているが、農地の再生など新たな町の基盤づくりに残さず活用されることが望ましいと考えます。しかしそのためには国・県との連携協力が欠かせません。現在の状況と今後について伺います。はい、議長。議長。はい、それでは小野幸男の通告2件目3点について順番に答弁させていただきます。まず1点目でありますが、ゴミ集積所の配置につきましては、各地区の実情に合わせて地区環境衛生推進員が中心となり、増設修繕整備を行っているものでございます。今後自治会制度に移行いたしましても、ゴミ集積所の配置管理体系の変更はございません。ゴミ集積所の変更増設につきましては、地区環境推進員からの申請に基づいて連絡調整を行いながら進めていくものでございます。2点目になります。行政区が抱える側溝清掃につきましては、管理者および利用者が行うべきものと考えております。現在の側溝清掃につきましては、内幅30センチメートル以下の側溝は地域住民の方々、内幅が30センチメートルを超える側溝については管理者が業者委託等で行っております。今後の側溝清掃につきましては、下水道等の整備状況等および接続状況を確認しながら、側溝に流れ出る生活排水が少なくなった段階で各自治会と
清掃作業の在り方について協議検討していきたいと思います。また破損等に伴う修繕については従来通り管理者において対応してもらいたいと考えております。2点目になります。伸びる北部の病院誘致についてでございますが、伸びる地区につきましては東日本大震災により医師が2人、歯科医師が1人亡くなっております。いずれも地域に親しまれ地域医療の中核を担っておられた方々であり、非常に残念でなりません。ご質問の医療機関の誘致ですが、地域から非常に多くの要望が寄せられているところであります。医療機関については継続的安定的に長期間の診療が継続できることが望ましいと考えています。一方で全国的に医師看護師等の医療関係職の不足が深刻化している状況でありますので、行政として用地の確保等精一杯の努力をしている中で、現時点において複数の医療機関と調整を継続しております。早期に議会市民の皆様に望ましい形で報告できるよう進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。3点目になります。全体の起土量550万立方メートルのうち、区域内で活用できる240万立方メートルを除く310万立方メートルのベルトコンベヤーによる大量の土砂搬出を1月13日から開始いたしました。すでに4ヶ月で約100万立方メートルの排出が完了し、排出予定期間は来年の3月まで15ヶ月の計画であり、順調に推移している状況でございます。課題であった排出残土の活用でございますが、現地での確認をいただいているように、すでに防災盛土事業として実施している宮城県有保安林のかさ上げへの活用を開始しているほか、地盤沈下している大回り浜地区への沈下戻しへの活用も行っているところでございます。現在は市事業としての活用にとどまっておりますが、県が施行する須崎の農地復旧、大回り浜の海岸復旧、宮戸の堤防復旧、そして須崎の県道整備や須崎東名の農地かさ上げへの今後の活用協議が開始されており、これらの協議が整いますと排出後の全ての活用が完了する予定となっております。これらの協議において重要なことは、ベルトコンベヤの稼働期間との調整であり、稼働予定としている平成26年度中平成27年3月までに活用できる事業を優先せざるを得ません。もちろん平成26年度中の活用調整が困難な場合は、現在計画している奥松島運動公園跡地や宮城県からお借りしている野外活動センター跡地への仮置き措置も考えなければなりませんが、効率的な事業の推進としては平成26年度中での活用を基本とし、協議調整してまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。小野幸雄さん。はい、それでは各1番目の自治会制度に向けての この速攻とごみ集積所というこの問題について再質問します。まずごみ集積所についてはですね、前の議会報告会の中で仮設住宅で使っているゴミを集積する作業小屋を使わなくなったら、これ各行政区の方に、いただいてそれを使うことができないかというご提案がありました。一つで、そういった形でお願いもされてきてますが、あとですね、その誰が出したかわからないゴミで、これいつまでもその業者の風間を持っていかないので、最終的にその誰が片付けんだというようなことで、
この部分にかなりその苦慮をしているようだったので、この点について再度伺います。はい、議長。議長。担当課の方から答弁させていただせますけども、基本的に実はおとといですが、小松南の災害保育自宅、自治会設置総会ということで、そのゴミの問題で30分以上お話し合いといたしました。新しい自治会長から。やはりこれまでのわずか1ヶ月、1ヶ月半の間で、やはりゴミの分別が徹底されていないというようなことで、今後どのように徹底するかという情報の共有ということでですね、話しておりました。非常に東松島市の中でゴミについてはそれぞれ地下庭にご案内しているそのパンフレットに基づいて最終的にはモラルの問題だということで、本来であれば出した方がお気づきになって、引き上げる有料の分は有料で処理するとか、そういった形になるのかなというふうには思いますけれども、最終的不法投棄であれば市の方で、なりますけれども、今現在私も自分の地区のことになりますけれども、地区の中ではしばらくそのまま置いておきますね。最終的には地区のお金で処理しているのかなという区でですね、というふうに思っておりますけれども、基本的にはやはりモラルの問題で、自分たちで負担しますよということが原則になってなければ、市の皆さんの税金の使い方でおかしいことになりますので、そういった私としては考えようと思っています。担当から環境課長。はい、この議員さんにお答えします。まず第1点目 の仮設に設置してある集積所のその何て言いますかというお話なんですが、これにつきましては、環境課で私環境課なんですが設置したものではございませんが、その後の利用につきましては、担当部署といいますか、そこの件を確認いたしましてお答えができるのかなと。今のところはですね、そのまま引き続き使えるのかどうかまではちょっと把握をしておりません。じゃあ2点目ですね。誰が出したか分からなくてそのままにしてやると、これは仮設住宅に限ったことではなくて他の地区でもございます。例えば出してダメな粗大ごみ的なものをそのままですね置いてあるとか、そういった部分なのかなと思いますが、基本的にはですね、集積所に出された部分につきましてはそのまま置いと、環境衛生水産さん各地区にいらっしゃるんですけど、そこにしばらく置いてていただいて、見せしめではないんですけども、すぐ運ぶとですね、あれ出してよかったんだなと思われるというようなことで、少し出してそのまましておいていただいて、あとはですね、基本的には各地区で片付けていただくと。それで受け入れ場所としましては、奈良瀬にあります奈良瀬一般配属処分場ってあるんですけども、そこまで運んでいただくというところでお願いしております。以上です。はい、小野幸夫さん。はい、わかりました。その点については行政区長さん等々との密なる連絡、市長がいつでも言う情報共有ですね、これを欠かさないで区長が出ないようご配慮いただきたいと思います。そして側溝問題、これについてはですね、たかが側溝、されど側溝でですね、一応基準では30センチ以内、30センチ以上ということもありますが、生活に必要な排水路でもあります。そして今回の人口減少の質問の、この井俊夫議員さんの質問の中にですね、まず高齢化率ということが ありますが、実に、我が市 23% の高齢者が一人独居老人という状況です。議会の中も独居老人一人の予備軍が1名おりますが、この17人の中にもそういった状況が今存在している中で、この新しい町にですね、今度はいろんな方が入ってきて、ますますその調整とかなんとかね、難しくなる中で、この清掃活動の協力という部分で、
いずれ当初はいいんですけれども、だんだんそいつがその行政区のストレスになってきて、どうしたらいいんだろうというようなことで、これは本当にまあ業者で頼んでいる地区もあるというふうにお聞きしますが、やはり、もう数年先にこの即効清掃について私も震災当初からいろんな地区の方々にいろいろお話を聞いてますが、その地区にお任せする部分でない部分がもう当然多くなるのかなということで、もう本当にこの行政で本腰を入れる問題ではないかということで質問してますので、ここの部分市長再度お願いします。はい、市長。市長、この部分についてはやがてそういった決断がそんな遠くないときに来るだろうなと思っていることは、議員ご指摘の通りですね、高齢者会を迎えて進展してますので、そういった即効清掃が非常に重労働と申しますか、非常に難しくなるというふうに思っています。せいぜいお願いできるのはサルビア植栽とかですね、そういった部分について喜んで皆さんにお手伝いできますけれども、この速攻についてはやはりだいぶ負担になっているなというふうに書いています。ある時期で、市としては業者委託していますので見積もり等を含めて、財源の確保ですね、どういった形で対応するかということを含めて、これは地域の皆さんともお話し合い、地域ではすでに年いくらとお金を集めて業者委託している地区も地域の中でございますので、そういった部分も参考にしながら、右に習いではなくてですね、市としての課題としてやはり考えていかなくない分野だろうなというふうには思っています。私が市民共同で頼む皆さんにやりましょうという解決できる部分ではないなというふうな受け止め方を私としては今現時点では考えています。はい、小野幸男さん。はい、市長、当然これ今回の集団移転とかそういったその場所ですね、今日ひげ出しになったところについても、まず大きい西地区とか東地区も当然最初はこの住民組織の中でやっていただきたいという考えでよろしいですか。はい、議長。市長、当面はそういった形になりますが、どのくらいの労働になるか、そこらもですね、よく把握してということになります。現時点で最初めから速攻清掃付きのタクシーですよというような形にはなかなかいかないのかなというふうに思っています。はい、小野幸男さん。はい、それでは括弧2番目の分について、再質問させていただきます。これ今のところ協議中であるということで、私たち病院のゾーンとかなんとかこう何も知らないで、たまたま中央エリアに各地があったので、2月の定例会の時ですね、ここ消防署はどうだということになったら、いや、ここには伸びる地区の高台の方々のためにその病院を設置したいという話があったので、で状況的にはその今交渉中だということだったんですけども、あれから3月、4月、5月、そして6月ですか、なったんですけども、私とそういう協議をしたんであればですね、もう3ヶ月のうちにですね、状況としては今やってますが、こういうことでそのなかなか決まりませんとか、やっぱそういった報告を私は欲しかったなと。あの地区から伸びるの高台からね、病院を直すということは大変なことでありますから、消防署の問題も含めて、その定例会の時にはその消防署の設置とこの病院の設置の問題があったので、それ以降も会派でも委員会の中でも協議した問題だと思ってますので、私は当にもうどっか一つくらいは決まったのかなという思いが強くありました。あとですね、その大東地区に医療福祉ゾーンということで、場所を設けましたよね。でそこについてはその今後どういう今現状ですね、どういった方向性であるのか、その部分をお聞きします。はい、議長。議長、街づくりの中で今回改めて感じたことは、駅と病院と買い物できる場所、ここは必須要件だなというふうに感じています。そういった中で、
領域というのはなかなかいいんですね、誘致するというのは難しい問題だなということは当初から感じておりました。例えば合併前の後巻市旧物置北上町になりますが、数千万かけて一人の お医者さんをお願いした診療所ですけれども、そういったことでなかなかの病院というのは難しいというのは当初からありましたので、簡単に行く手は持ってませんけども、私とも面談してますので、やはり採算というかもちろん利益がなければやってきませんので、そういったこともよく調査をされて今最中であります。ただお会いもしまして、もちろん進出可能性がゼロとかではなくてですね、ありますので、それから意欲的な方も信任してまいりますので、楽観視は全くしてませんけども、恵まれた環境にあるなと、改めてですね、伸びる地区は改めて恵まれた環境にある。本来であればお医者さん探しなくちゃいけないところだというふうに私は思っています。それが あちらの方から打診と申しますか、計画示していただいてますので、そういった面では非常にありがたいと思っています。ただなかなか決定までは時間要しますので、そういった決定した際はもちろんお話しますし、なかなか企業と同じで、公表してしまうことはどうかというのもございますので、その辺はご理解いただきたいというふうに思います。なお福祉施設につきましては、フロエさんがそのまま進出したいという新しい理事長さんと私お話ししてますので、そういう計画で今進んでいるということでございます。はい、小野幸男さん。はい、それでは市長としては、ロビルの高台にはぜひ病院が必要だということで、取り組むという形に考えてよろしいでしょうか。はい、議長。議長、単なる皆さんの医療関係だけではなくて、将来の高齢化社会を含めた伸びるに行きたいと言われるような、そういったところまでの進出を考えている医療機関、そしてまた地域の皆さんを役に立てたいという医療機関、それぞれ考え方別ですけどもありますので、なんとかその医療機関のビルに進出できるような努力をしたいというふうに考えております。はい、小野幸男さん。はい、それで市長安心しました。でその中でですね、今回その、病院の設置についても、消防署の検討等も定例会等で出てきましたが、前の上田議員さんの答弁の中にも、質問の中にもですね、家内の情報共有、今回この病院の設置等々を踏まえていろんなお話を聞く中に、議員としてですね、私はなかなか庁舎内の各課がその情報共有がなかなかできていないんではないかというところにたどり着きました。新しくその部長課長になった、今回初めての一般質問でございますが、そういったことも踏まえてですね、まず職員の方々にはぜひその課内との調整等々、私は残念ながら取れてないなと感じましたので、市長の見解を。はい、一応市長、議員からのご指摘いただければ、非常に私としては輝かせていかないといいますか、東松島市の良さっていうのは、コンパクトでですね、すぐ意思決定できるというところが即動けるところだというのが最大の良さだと思ってますので、自分としてはチームとして東松島全員レギュラーだということでやってますので、そういった中では、作戦にしてもチームバーが取れてないというご指摘に相当しますので、なお一層情報の共有を図っていきたいというふうに思います。はい、小野幸男さん。はい、それで括弧3番目の再質問ですが、確認だけです。この中にね、須崎の農地復旧等々も挙げられていますが、その宮戸地区の宮戸干拓 B コープも、まず20兆部のこのかさ上げを県と協議してて、盛り土をどうしようかということがあるので、須崎の農地復旧含めてですね、ここの分についての対応も大丈夫かなということで、確認のため聞いています。はい、議長。議長。
先日監督につきまして、田中監督ですけども試験等々も試験点ということで、済ませておりますので、まあ、今後宮戸も含めて、市としては計画通りに進めていきたい。なお担当から念のため補足を答弁させてください。復興都市計画課長。はい、内訳ざっと申し上げますと、うちの方で今コアリンの防災盛りとやってる部分があります。そこに、そことプラスあと一部五万里浜の沈下防止、先ほど市長の答弁の部分、これで310万のうちの190万リューベを活用したいと思っています。と残ると殺匹120万リューベ、これの内訳の協議を今してまして、農業農村整備部、宮城県産の農業農村整備部さんの事業との調整は間違いなくさせていただいてますので、活用は可能かと思うんですが、市長答弁した通り、原価としてはですね、26年度に活用いただいた方が非常に効率的だという部分がありますので、その部分についてはその部分を前面に押して協議をしたいなと。ただどうしてもスケジュール的に間に合わないという部分はあるかと思いますので、その部分うちが確保している土地の中でストック可能であれば協議に応じますし、もし難しいとなればですね、ちょっとその辺については再度検討が必要かなと思います。基本的には協議をさせていただいてますし、26年度活用法という方向の中で、対応についてはお示しはいただいてますので、大丈夫かなということで今日は当面をさせていただきます。はい、小野幸男さん。はい、それでは最後にですね、市長の周知徹底をはがっていただきたく、今回、農地の災害復旧にあたって県の担当職員は兵庫県の担当職員でした。で3月の送別会の席で私に言った一言が今でも忘れられなく、最後に職員の方々にお願いという形で報告します。東北の方々は国へ予算要求に行きダメだと言われると一回ですぐ帰ってきますよね。まあ、向こうは多分兵庫県は関西なので、関西の方ではありえないものなんですと、そのくらいその地域の温度差があるなと、いうことを申され、予算がないから仕事ができないは、県民からあなたは仕事ができないんですねというふうに取られる部分もありますので、まず今度新しくなった部下長さん、次長さんはじめ、ぜひ市長にですね、そういったことのない、できる職員作りをお願いします。どうですか。はい、市長。市長。で、これはですね、本当にありがたいと言っていただきましたけれども、復興庁の谷副大臣は、関西兵庫県出身で、阪神の時は兵庫県の県職員ということで、今親しく情報交換されていますが、安倍市長の悪いところはすぐ財源に言うと、まあ財源、まあ首長代はそうなんですけどね。ですので、まあ、私は議員ご心配いただいてますけども、とにかく財源が一番だというふうに思ってますので、私の少なからず姿勢で職員になってます。ですので今日は6月10日明日で東日本大震災から3年3ヶ月という節目で、今日中南移転先地7つのうちの5地区完成しました。これは言いにくいんですけども、職員がここまで本当についてきたというか、私機種で言えば本当にずっと夢中しっぱなしですよ。馬に表現良くないんですけども、ですからよく職員はここまでやってきた。ただ道半ばですからですね。ですので、そういったことで、そういった声もあるということを、真摯に受け止めて、なお国からも、もう少しこう財務を確保できるのであれば、そういった努力をしたいと思っていますが、ただ私も議会から後押しを受けているというふうに感じていますので、総力戦でやっていきたいというふうに思っていますので、今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。なかなか普段市民の方々は選挙
の年度がそういった時しか意外と議員さんと触れる機会というのが少ないんですけども、まあ議会は議会としてこういった形でね、執行部市長はじめ部課長に提案提言をして、どうすんだこの町をということをそのやってんだという一面を皆さんに見ていただける絶好の機会でね、やっぱこういうのは継続してやっていきたいと考えております。はい、はい、もうすぐで震災から3年3ヶ月が経つということですが、はい、なんか多分地域の方の情報もなんかちょっとだんだん希薄化されてる、来てると思うんですけど、はい、それに関して今後どのようにしていきたいっていう思いありますか。はい、まあ3年3ヶ月も経つと、どうしてもその時間とともに風化していく部分、例えば私も津波から難を逃れて集落がなくなったのを見てんですけども、だんだん慣れていくんですよね、そのなくなった景色に。で、まあ、昔はこういうのがあったな、こういった、集落があってこういう人たちでこういうことをやってきたなと言うんだけど、それはもうなんか3年も過ぎると過去の形として残ってきて、まあ、今はこれからその希薄になった分ですね、なおのことやはり私たちは地域の代弁者ですから、皆さんの意見を寄せて、ね、どうするんだということが私たちの使命だと思っています。はい、はい、すいません、最後に皆さんに何か、視聴者の皆さんに何か訴えたいことを一つお願いします。まあ、訴えるというんでなく、私たちは私たちのできる限りの力を持って、とにかく市長で執行部に地域の声、市民の声を届けるために頑張ってます。以上でございます。ありがとうございます。はい、どうも。